どうもこんにちは、こんばんは、白尾優也です。ウィレ2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います。本日も皆さんお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。まずはですね、視聴者様から貴重なコメントをいただきましたので、本日も早速ではございますがご紹介させていただきたいと思います。まずは、動画シャープ21にてコメントをいただきましたザクロキヨさんでございます。ありがとうございます。ザキロキヨさんもですね、初コメントをいただいてからこのようにですね、たびたびコメントをいただきまして本当にね感謝しております。ありがとうございます。初めての敗戦でしたけど、しっかりと負けの次は勝ちに行けてよかったですね、ということで、まあこちらのね動画で初めて、まあ2部リーグ初敗戦を喫してしまった AC ミランなんですが、まあその後ね、しっかりね、勝ちを取れたっていうところはね、まあ気持ちの切り替え的にも、まあいい形で終えられたんじゃないかなと思いますね。はい。多分自分なら悪い流れでどんどんと負けになると思います。ということでですね、私もね、実際こうやって選手として出てたら、私もザクロキヨさんと同じ同様ですが、悪い流れでどんどん負けにつながっていく感じがしますね。はい。しっかりと切り替えられてよかったですね。これは来季からは1部リーグ行きましょう。溜め込んで少しずつコメントしながら見ます。ということでね、貴重なコメントをいただきました。ザクロキヨさん、ありがとうございます。いやー、まあ、今シーズンね、無事に1部リーグ、迎えることができまして、開幕戦、そして、2節目とね、しっかりと、勝利することができました。開幕戦初戦、フィオレンティーナ、強豪クラブ相手2対0。素晴らしい戦いでしたね。トップ下のキャスルダイン選手2得点でございました。そして第2節もね、2対1で、同じくね昇格組で上がってきたイエローブルーに勝利をすることができまして、2連勝という形でね1部リーグ迎えることができました。ザクロキヨさんもね、多分テスト期間というかテスト中だったと思うので、まあ、溜め込んでたということで、あんまり無理なさらずにね、ご視聴いただけたらと思いますので、本当に毎回毎回貴重なコメントありがとうございます。ちなみにね、お話変わってしまいますが、ザクロキヨさん、テストいかがだったでしょうか？ぜひコメントで教えていただけたらと思います。はい。そしてもう一つご紹介させていただきたいと思います。シャープ32でコメントをいただきました。白王子ファミリアメンバーでもあり、仲良くさせていただいている第二の監督、スバルンでございます。ありがとうございます。スバルも本当毎回毎回コメントありがとう。ということでご紹介させていただきます。おい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 、1部リーグ昇格決まったからってだらけてんじゃねえよー、わらわら、ということでね、第二の監督は怒ってますよ皆さん。いや本当その通り、もうね2部リーグの試合なんか1部リーグ昇格決まった後全然勝てなくてですね、これどうなるんだと思ったんですけど、まあ、1部リーグ入ってからね2連勝といい形できてるので、この調子で頑張っていただきたいなと思いますね。はい。フェイバリット選手11人も選べるんですね。自分2017やってるんですけど、ワンシーズン1人です、わら。ということで、どうなんだろう、これ、今作からマイフェイバリットプレイヤーっていうのが、まあ、11人から選べるようになったのか分かんないんですけど、そう、今作ね、11人選べるということで、まあ、分かる方いたらぜひ教えてほしいんですけど、うん、まあ、11人選べるって結構いいですよね。やっぱ1人だとね、なんか本当に、やっぱたくさんね、思い入れの選手とかもいると、どの選手がいいのかなって迷っちゃうと思うんですけど、今回からね、まあ、ベスト10、ベスト11みたいな感じでね、はい、はい、マイフェイバリット選手も11人選べるようになっておりました。はい。初年度はキャスルダイン選手選出したかな、1年でギリシャ代表のキャプテンになってました、わら、ということで、貴重なコメントスバルン、ありがとうございます。初年度やっぱキャスルダイン選手なんだね。いやー、まあ、キャスルダイン選手は本当にいい選手ですね。うちのチームでも、まあ、欠かせない存在に今なってますし、トップ下の選手ということで、まあ、今後もちょっと活躍をね、期待していきたいなという選手ですね。21歳ですね、今ね、現時点で。総合値も74まで上がってまいりました。スキルもアウトスピンキックのね、1個しか持ってないんですけど、まあ、今後ね、スキルも取っていけたらなと思うので、うん。まあ、スバルの言ってる1年でギリシャ代表のキャプテンになってましたということでね、まあ、ぜひね、キャッスルダイン選手、うちのチームでも今作ね、ギリシャ代表に選ばれて、いつかキャプテンになってほしいなというところで、ちょっとね、育成していけたらなと思います。ということで、本日コメントいただきました、ザクロキヨさん、スバルン、ありがとうございました。今後もね、このように、視聴者さんからのコメントをご紹介させていただければと思いますので、どしどしコメントをお待ちしております。
はい、ということでですね、本日なんですけども、私ジーコ監督ならぬ、城尾純也監督、日本代表監督に、選ばれましたというか、日本代表監督になりました、本日国際親善試合2試合やっていきたいと思います。ウェールズそしてボスニアとの試合やっていきたいと思います。そして皆さんにですね、ご報告がございます。なぜか知らないんですが、はい、前回の動画からですね、給与予算がなんとマイナス37万7千ユーロになってます。どういうことですか？おかしいですこれ。はい、何も分かりません、理由が。多分、まあ、予想としては、まあ、クラブ収支っていうところかな。ちょうど、月も9月に変わりまして、まあ、8月のね、まあ、クラブ収支っていうのがこのような形であったので、多分ですね、でも予算報告見ると、別にね、マイナスはなかったんですよね。このようにですね。はい、チケット代ボーナス、グッズ収入ボーナスプラス。で、契約オプション支払いがマイナス600ユーロということで、別にマイナスがあるわけではないんですけども、なぜか知らないんですが、マイナス37万7千ユーロになってました。なんとかね、ここね、マイナスをちょっと返していきたいので、移籍リストの選手たちをですね、まあ、早めに放出していきたいなという感じではあるんですが、何なんだろうね、このマイナスはね、よくわからないです。はい。謎の現象が起きておりますという感じでございます。まあ、おかげでですね、マイチームの選手、契約延長ができない。という感じになってしまいまして、まあ、ちょっとね、なんとかしていきたいんですけど、まあ、移籍リストね、今現状を加えてる選手、そしてレンタルリストを加えてる選手とかもいますので、まあ、ここら辺ちょっと放出してね、まあちょっとお金も稼いでいけたらなという感じでございますので、まあなんとかちょっと今シーズン中にはマイナスをね、ちょっといい形でプラスに変えて、で前回あの本田選手そしてモンテロ選手をレンタル移籍で獲得しましたので、まあこの2選手ね、今シーズン終わるまでにちょっと獲得目指して、まずはクラブへの愛着をね求めて、しっかりねスタメンで使って、で来シーズンしっかりと、獲得していけるようにね、したいと思いますので、お金稼ぎ頑張っていきたいと思います。はい、ということでございまして、以上でございますね。はい、ということで本日日本代表戦やっていきたいと思います。ただいまゲームプランこんな形でございます。本当に初心者ですね。はい、ど真ん中ドフリー、そしてサイド3枚ってどういうことやねんっていうね、形だと思うんですけど、皆さん許してください。とりあえずこれでやってみます。でこれでやってみてちょっとダメだったら、ちゃんとフォーメーション変えます。もうライトとかを、まあセンターとかにしてっていう感じでね、やっていきたいと思いますので、ちょっとここら辺皆さんお許しください。ごめんなさい。はい、一旦これでちょっとやっていきたいと思います。で、香川選手ちょっとだけ下げました。ちょっとね、多分ね、下げました。はい。ちょっとね、飽きすぎてるので、このね、センターバックとトップ下のとこが飽きすぎてるので、まあ、ちょっとだけ下げたんですけど、まあ、一旦ちょっとこれで、まあ、初心者なりのフォーメーションですが、まあ、こんなフォーメーションないと思うんですが、やらせていただけたらと思いますので、親善試合本日2試合やっていきたいと思います。さあ、調子はどうだ？まあ、大丈夫そうですがね、吉田選手が調子いいね。まあ、絶好調なんですが、まあ、若返りを図って庄司選手ね。まあ、でも庄司選手も28歳か。じゃあ今日は庄司選手に代わって吉田選手入れてキャプテンやってもらいましょうかね。で、うちからね、大越選手、入れました。そして、まあ、本田選手もね、うちのチームに入ってきましたので、本田選手も選ばれてますという感じでございます。あと中村選手ね。はい、うちのチームから選ばれてますよという形でございますね。はい。あとは、まあ、いいかな。でも今日、本田選手調子いいので、本田選手せっかくなんで、ライトミッドフィルダーで使っていきましょうかね。はい。こんな感じで、とりあえず行きましょうか。はい。じゃ、とりあえずね、こんな感じで。で、久保選手とかはどうなんだ？まあ、いっか。調子いいけど。はい。こんな感じで、ちょっと今日は、親善試合行きたいと思います。では、ウェールズ戦、やっていきましょう。キックオフだ。さあ、このフォーメーションがね、まあ、初心者なりのフォーメーションということで、まあ、どうね、なっていくか、楽しみですね。はい。頑張っていきましょう。さあ、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 やっていきたいと思います。ウェールズとの試合ですね。日本代表で迎える初の親善試合ということで、やっていきたいと思います。まあ、前回ね、ちょっとね、動画が1時間とすごく長くなってしまったので、まあ、今日はね、まあ、この初戦の動画1本目の入場シーンとかは見るんですけども、あとはちょっとスキップさせていただければなと思いますので、皆さんね、ご了承いただけたらと思います。さあ、キャプテンはね、吉田麻也選手でございますよ。頑張ってもらいましょう。頼んだよ。今日は本田選手も出てますから、勝ちに行こう、勝ちに行こう。
うちの選手も出てますから、大阪。そして一応ね、日本代表の背番号とかも変えてますね。ちゃんと大迫選手だったら15番、中島選手だったら10番、香川選手は、10番ちょっと剥奪されたので7番とか、で本田選手は4番、長友選手5番、酒井宏樹選手19番、富安選手2番、そして中村選手23番の野吉田選手22番と、まあ、ちょっとリアルに近い、背番号は、設定しておりますので、そこら辺もねちょっと皆さん楽しんでいただけたらなと思います。今日はキャプテン吉田麻也選手ですね。さあ、君が代が流れてのね、試合でございます。親善試合勝ちに行きましょう。今日のフォーメーションはこんな感じでございます、はい。まあ、いつかねうちのチームの大越選手背番号6番をねもう日本代表で背負っちゃってますから、6番ですよ。期待していきたいと思います。さあ、ウェールズでございますね。お、アンパド選手いますね。イーサン・アンパド選手、いつかねうちのチームに入っていってほしい。今日はベンチ入りですが、ウェールズだったんですね、確かね。アンパド選手まさかのウェールズにいるというね。まあ、前回ちょっと交渉したんですが、残念ながらね交渉決裂してね取れなかったんです。さあ、やっていきましょう。日本代表で迎える初戦でございます。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。さあ、大迫選手、まあね、新フォーメーションで迎えるね、試合でございますから、なんとか勝ってほしい。さあ、この架空の二村選手にも期待ですね。さあ、本田選手、日本代表に戻ってまいりました。さあ、弘樹選手から西村選手預けて、やっぱ結構あれだね、レフト、まあ、サイドバックとかサイドがすごい人数多いから、もう結構攻撃的 な日本代表になってますが、さあ、ここなんとかね冨安選手と吉田選手で、オッケーオッケー、酒井選手も戻ってきて素晴らしい。酒井組み立て直します。でキーパーはね中村選手ですね。で一応うちのチームから川島選手も確か加えてたかな。でも川島選手がねまだ転生したばかりで16歳の総合値70ということで、まあ、将来的にはね日本代表の、まあ、正ゴールキーパーになってほしいんですけど、まあ、今現状はね総合値的には権田選手と中村選手の方が高いので、まあ、権田選手と中村選手でちょっとゴールキーパー使っていきたいなというですね。さあ、なんとかね、まあ、ウェールズ自体は守備的に感じなので、ちょっとね日本としては先制点取りに行きたいんですが、さあ、大迫選手には通らない。チェスター、まあね、もう日本代表はもう攻撃的ですよ。もう、はい、もうフォワード陣3枚使ってますから、こっちはもうどんどん点を取りに行くっていうねスタイルでいきたいと思います。変わっていきますよ日本代表も。新フォーメーションですか。こんなフォーメーション現実だったらないと思うんですけどもね、なんとか取りに行きたい。さあ、なかなかねちょっとボールが取れないですね。まあ、相手もね引いているはいるんですけど、なんとか点を取りたい。さあ、冨安選手から大迫選手には、香川選手かな。さあ、西村選手、架空の選手なのかな、この選手は。西村拓真選手って架空の選手なのか、どうなんだろう、実際いるのかな。実際いそうですね。あ、実際いるね。チェスカモスクは所属、ポジションフォワードの選手、西村拓真選手ですね。いますね。なるほどなるほど。今チェスカモスクワにいると、もともとね本田選手がいたチェスカモスクワということで、ぜひとも期待したいですね。22歳まだ若いですね、リアルだと。ということで前半は0対0でございました。まあ、後半からねちょっと攻撃的にいきたいと思います。シュートもねお互い、まあ、0本ということで、あまりちょっと面白みもないね親善試合になっているので、なんとかちょっと攻撃的にいきたいと思います。さあ、後半は攻撃的にいきましょう。さあ、フォワード西村選手、そして大迫選手、そしてね中島選手期待ですよ。おい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 、どうした、長友選手。お、日本日本日本、お、日本、はい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 、行きましょう。もう日本サポーターなんですから、いるんですから、もうホームなんですから。今ね、まあ、クラブランキングじゃなくてナショナルチームランキングだと、日本は41位にいたので、なんとかねちょっとアジアナンバーワンを狙って、そしてワールドカップねちょっと出場して優勝なんかを目指していきたいと思いますので、
まあ、まさかね初年度から、ね、日本代表の監督になれるとは思ってなかったので、さあここは中島選手からのボールでしたがという感じですね。さあ60分だったのでちょっと途中交代枠も使っていこうか。まあ親善試合ということで交代枠6人使えますので、まあ調子いい選手どんどん使っていきましょう。久保選手も OMF で早速使いましょうか。そして西村選手がちょっとスタミナあれなので、ライトウィング伊藤純也選手、モンゴル戦ねめちゃくちゃ活躍してくれましたね。素晴らしい活躍してくれた伊藤純也選手入れましょう。あとはどうしようかな。ライトサイドバック、まあでも一応とりあえず2枚でいこうか。60分の段階では伊藤純也選手ライトウィング、そして、トップ下に OMF 久保建英選手、期待ですね。親善試合ということで使っていきたいと思います。さあなかなかボールが取れないですね。このフォーメーションだとなのかな。さあなんとか親善試合いい形で終えたいですね日本代表。このボールに触ります。ボールが取れない。親善試合なのでとりあえずね、まあ、交代枠は全部使っていきたいというところでありますね。70分になったらとりあえず見ていきましょう。もう一回ゲームプラン確認。さああとはどこを交代しようかなというところで、そうだな。ちなみにレフトミッドフィルダーできる選手は、まあ、いるよ、一応いるけど、まあ、堂安選手あたり入れとこうか。レフトで、まあ、本田選手今日絶好調なので、ちょっと堂安選手レフトミッドフィルダーなんですが入れましょう。はい。そしてあと、サイドバックもちょっと変えようかな。長友選手に変えて大越選手いきます。日本代表デビュー大越優太いきましょう。そして酒井選手に代わって、室井選手かな、はい入れたいと思います。これだと交代枠は1枚か。 OK、 とりあえずこれでいきましょう。さあなんとか点を取ってほしい。また80分だったらね残り1枚交代枠使ってもうフル面でねメンバーをフル変えて気をつけて OK ナイス中村選手。さすが所属 AC ミランでも活躍してくれてる選手ですね。ここ気をつけて、おいおい行って行って行って詰めて詰めて、ちょっと大丈夫か。まあまだね日本代表の監督になって初戦っていうのもあるのでまだ連携がねあんまり取れてないとは思うんですけど、まああのあとねこのねすごいフォーメーションなので、奇抜フォーメーションみたいな感じになってます。さあね選手交代、久保選手、伊藤純也選手、これねちょっと点欲しいね。そして堂安選手、もう4枚替えですからね。そして大越選手、めっちゃ変えますよ。6枚替え5枚替えですね、5枚替えですね。そして室井選手、80分になったのでそろそろじゃあラスト1枚交代枠使っていきましょうか。さあ誰変えようかな。本田選手あたりどうしようか。変えてもいいんですが、もう中盤がいない、ライトできる人はいないね。もうダメだね、本田選手は出てもらおう。じゃあ最後まで、そしたら調子いい選手は庄司選手だけど、まあ、センターバックはもういいかなこの2人で。岡崎選手ちょっとセンターフォワード、大迫選手に変えて入れましょう。さあなんとか点を取ってくれ。中島選手上げて中にいない。 OK、 さあコーナーキックのチャンス。さあ80分交代枠1枚使って大迫選手に代わって岡崎選手が入りますと、岡崎選手といえばね何が何でもシュートって感じですからね。ここでちょっと点欲しいよ。いい攻撃でしたけどね。頼むよ新人岡崎。 OK 吉田選手。さあ残り時間少ないですね。なんとか先制点というか試合をちょっと決めるね、得点を取ってほしい。さあロスタイム2分、ちょっと厳しいかな、どうでしょうというところで、ということで、国際親善試合の初戦でございましたが0対0でございました。残念、なかなか厳しいですかねこのフォーメーション。まあでもねとりあえず、まあ負けはしなかったのでとりあえずこのフォーメーションで行ってみましょうか一旦ね。行ってみてという感じで、まあ初戦ということもありましたからね、ジーコ監督ならぬ白尾純也監督にとっての初戦でしたが、まあまあまあこれから頑張ってくれるでしょう。 TS もねチームスピリット、まあ、連携も上げてどんどんやっていきたいと思いますので、
さあということで2試合目ボスニアとの試合やっていきましょう。さああとね我がチームにもねちょっとね移籍リストを加えて、あ小林祐希選手、そうそうちょっと移籍してほしい、放出したい、お金をね稼ぎたい、とりあえずマイナスをなくしていきたいです。先ほどちょっと中村選手変えて権田選手入れましょう。はい、スタミナも考慮してね。あ久保選手今日絶好調、 OMF 使っていきましょうよ。大岩選手も絶好調なので、じゃあ今日ちょっとね、富安選手あたり変えようか。ちょっと調子いい選手どんどん使っていきたい。鎌田選手、じゃあちょっと今日中島選手に変えて、セカンドトップいきましょう。はい。今日はこれでいこうかな、じゃあとりあえず。うん、OK。ということで今日はこのフォーメーションでいきたいと思います。よし、行きましょう。今日はね、期待はトップスター、久保建英選手ですよ。もういつかね、うちの AC ミランにも、もう来るので、はい。もう取りますので、久保選手は。もうぜひともね、もう日本代表もこの久保選手、そしてうちのチームのね、レフトサイドバック、大越選手でね、今後ね、日本国旗を背負っていってほしいですね。さあ、ボスニアとの試合、ここはね、ちょっとスキップさせていただきます、入場シーンに関してはね。さあ、やっていきましょう。さあ、今日はね、ボスニアが青のユニフォームということで、日本代表は白のユニフォームでございます。日本対ボスニア・ヘルツェゴビナ。さあ加藤、加藤皆さんから見て右に攻めるのが日本。さあ日本取ろう取ろう、ちょっとね初戦は得点取れなかったので、ちょっと前半からもう攻めていこうか、ちょっと攻撃的にいきたいと思います。もうねやっぱフォーメーションも攻撃的なので、もうやっぱここはね前半から日本代表攻撃的にいきたいと思います。親善試合ということもありますし、まあ交代枠も6枚使えるんでね、もう前半からどんどん攻めていきましょうということで、ボスニア相手に勝ちに行きましょう。長友選手、ここは競り勝ちます。大岩頼むよ。さあ堂安選手から大迫選手、さあ竹久保、久保さん、これは通らない。久保からのパスは通りませんでした。ボスニアヘルツェゴビナが結構横に広くピッチ、ちなみに鎌田選手とかもね、前回モンゴル戦で初ゴール、日本代表初ゴールを決めましたしね、本当にモンゴル戦6対0といい形で終えられましたからね、ワールドカップ予選。まあ多分もうすでにね15日のアウェーでの試合は多分この動画が上がっている時には多分終わってるかと思うんですけど、まあ今ね動画収録している日がまだ15日ではないので、さあ庄司選手、今後ね日本代表も若返りを図ってということでね。さあ西村選手キープ、オラスナツ取りに行けないね。加藤、加藤、親善試合、親善試合2試合ね0対0なんてちょっとね日本サポーターも予選怖くなっちゃうから、アジア予選そうなっちゃうと。さあいいよ鎌田選手、ああマジか、鎌田選手か、でもいい形、いい形、いよいよ攻められてる、攻められてる、もう日本代表も攻撃的にいきますから、ワントップなんていう時代はもう終わりました、日本代表、3トップです、はい、頼むよ、ひろきさん、ついて、なかなかやっぱりあれなのかな、レフトミッドフィルダー、ライトミッドフィルダーがいると、サイドバック、レフトサイドバック。ライトサイドバックの出番があんま少なくなるんですかね。しかもね、レフトウィング、ライトウィングなんているとね、サイドに3人もいたらね、やっぱりサイドバックの選手はあんまり上がってこなくなるんかな。さあ、なかなか得点が動かないという感じの試合になってますが、なんとか親善試合勝ちで終わりたい、この試合。さあ、西村選手から、ここもやっぱまだですね、連携がちょっとうまくいってない感じはありますね、日本代表。まあ、TS もね、やっぱまだ少ないというか、全然なので。さあ、前半もう終了、ロスタイム1分ですね。おピンチ、おー、危ない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 。ということで、前半0対0の折り返しでございます。後半戦もねちょっと攻撃的にいきたいと思います。支配率もやっぱ圧倒的にねボスニアの方が多いので、まあ、前回の試合もね支配率ウェールズの方が多かったのでね、ちょっと日本としてはなんとか親善試合一勝したいですね。日本対ボスニアヘルツェゴビナ、おお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 
ってしまったゲームになってますけど、おおおおおお、最近ねもうねこのウィレを始めてからねもうサッカー日本代表戦が楽しみで仕方なくて、テレビ中継がめちゃくちゃねもうサッカー最近ハマってます。チャンピオンズリーグのハイライトとかあの YouTube でよく見たりとかね、ダゾーンさんがねよく出してるのでハイライトをね、めちゃくちゃ今ねダゾーンに加入してチャンピオンズリーグ見たいなみたいな。チャンピオンズリーグの時期になると結構ね夜更かしする人が増えるみたいですね、夜中にやってるからね。さあ60分になったのでちょっとね一旦交代枠使っていきましょうか。いやなかなか点取れないね。そしたらどうしようかな、ちょっと調子的に堂安選手スタミナあれなんで本田選手入れましょうか。うん、本田選手入れて、まあ、久保選手もね体力的にあれなので香川選手入れましょう。西村選手もちょっと変えようか。で伊藤純也選手ライトウィングとして入れましょう。ライトウィング、はい、田村選手もちょっと変えたいな。うん、あとはとりあえずいいか。 OK、 とりあえず 一応ね60分のところでは2枚交代枠を使ってという。さあなんとか得点取ってほしいですね。頼むぜ頼むぜ、落ち着いて、おーやばい、あ危ない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 、うぅ、大丈夫大丈夫、入らなければ得点にはならないから。さあここでね堂安選手に代わって本田選手、久保選手に代わって香川選手、楽しみですね。そして西村選手に代わって伊藤純也選手、香川選手と本田選手なんてねやっぱ今まで日本代表を見てきた人からするとね嬉しいですからね、ここで流れを変えてほしいですね。ここで丁寧にコントロール、二村選手戻ってきて、いいボールですね。さあ70分になってもう一回ちょっとねゲームプラン確認していきましょう。まあ、二村選手ちょっと休ませたいんですけど、ここ DMF 入れる、あできないですよねそんなことは。なのでどうしようかな、二村選手センターミッドフィルダーでもいいか。センターミッドフィルダーだと総合値70かちょっと低いな、やっぱ二村選手にしとこう。ここの控えもちょっと考えないとですね、レフトミッドフィルダーもね。そしたらじゃあ今日も長友さん酒井さん変えましょうか。室井選手そして大越選手ですね、行きましょう。サイドバック交換 OK、 とりあえず2枚替えで行きましょう。で途中で大迫選手と岡崎選手入れてって感じでね。さあ守って OK、 なんか青のユニフォームが今までね日本代表だったんですごいチャンスに見えるけど、これ今ピンチなんだよね日本代表ね。ボールが取れない、やばいよ。 OKOK、 危ない危ない危ない。さあ攻めよう攻めよう、いいとこまで攻めたんですけどもね、なかなか厳しいですね。さあそろそろ80分になるので一旦ちょっとゲームプランを確認していきたいと思います。まあもうこのフォーメーション自体がねあんまりよろしくないですからね。よろしくないんですけどやっていきますこのフォーメーションで。はい、二村選手は変えてあげたいよな、変えてあげたいんですけどレフトミッドフィルダーできる選手が少ないので、まあ、堂安選手も変えちゃったし中島選手入れようか、一応77総合値できるので中島選手入れて、でセンターフォワードに大迫選手入れましょう。これでいこうか、センターバックの選手はちょっと今日は変えずに OK、 ではこのような形でいきましょう。香川ボールを下げてリズムを作るか。さあなんとかね得点につなげてほしいね。北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、しかも見ているとサイドからサイドからサイドは人数いるからうちのチームはやっぱあんまフォーメーションが良くないですね。得点取れないこれこのフォーメーションが良くない。いやでもなちょっとなどうしようかな、ちょっと考えましょうかね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから曖昧なところも出てるんですね。ということで残りロスタイム1分、ということでここで試合終了ということでね、国際親善試合2試合を通して0対0ということでしたね。いや攻撃的なフォーメーションには変えたんですが、まあ、支配率もやっぱ低かったですね、まあ、フォーメーション自体があんま良くなかったっていうところですかねやっぱりね。まあ、次回までちょっと考えないとですね。はい、ということで一旦日本代表はおさらばかな。
はい、ということで一旦ね、クラブに戻りますが、なかなか移籍リストには加わってる交渉が来ないですね。ということでヨーロッパマスターズカップです。お、キャプテン本田選手とともにジーコ監督ならぬ白尾純也監督がヨーロッパマスターズカップのグループステージ初戦を迎えますが、監督はどう戦いますかということでね、初戦からまさかのアーセナルですからね。いや、強豪クラブ、グループステージ初戦をどうも勝ちに行く、6試合の中の1つ負けない試合をということで、いやもうここは勝ちに行きましょうよ。我がチーム格下ですが頑張っていきたいと思います。はい、先に単勝することが大事になる。そう、大事大事、チームを勢いに乗らせるために初戦は勝利を狙っていきましょう。やっぱね、勝ちに行かないと。ということでヨーロッパマスターズカップ開幕、オリベ選手獲得失敗、中村選手に移籍オファー、マジで。あ、小林選手来てるね。オッケーオッケー、彼が移籍リストに入ってからということで、バシリ選手もレンタル来てますね。どんどんちょっとお金を稼いでいきたい。中村選手もね、正直ね、今後伸びないんですけど、今現状ゴールキーパーがね、中村選手と川島選手と、メリコフ選手しかいないので、なのでちょっとね、ここちょっと交渉しようか。中村選手はちょっと無理ですね。なので小林選手ね、もうね、正直総合値74で今後下がっていくので、もう出しましょう。あ、いいじゃんいいじゃん、市場評価額にも近い、しかも日本のチームでできるということで、ちょっと再交渉したいな。再交渉できる、できそう、できそうであればできる。まだ再交渉するよって言われる。 OKOK、 じゃあ再交渉しよう。そしたら800万でどうですか。821万ユーロであげますよと。小林選手どうぞどうぞ、 AC ミランの元キャプテンですから取ってください。そしてバシリ選手もね、レンタル期間1年来てますね。ちょっと少し上げて、3万2000ユーロですかね、少ないので4万ぐらいどうすか。4万ぐらいでレンタルしますよ。はい、バシリ選手、まあ、バシリ選手とメリコス選手はね、もうレンタルリストに加えてうちのチームで移籍してもらう、移籍とか引退してもらおうと思ってるので。はい、小林選手もね、結構ね、市場評価額に近い価格だったんですけど、まあ、821万ユーロでちょっと再交渉してね、一気に稼いでお金をね、獲得していきたいと思います。はい、まあ、川島選手が伸びてくればね、川島選手守護神にしてっていうのもありなんで、まあ、今後に期待していきたいと思いますね。はい、あとですね、まあ、前回と変わったところで言うと背番号か、で一応背番号がこのね、モンテーロ選手35番つけてるということだったので、フランシスコ・モンテーロ選手は35番つけております。はい、そこくらいかな、変わったのは。あとはそんなに変わってないと思いますね、背番号に関しては。はい、まあ、アルカス選手とゴイオス選手が9番と11番で、エースナンバー本田選手にね、つけさせていただきましたというところでございます。はい、あ、ヨーロッパマスターズカップ1試合だからやっちゃおうか。これは大会情報、ヨーロッパマスターズカップ、まあ、前回もか、見たんですけども、まずグループステージから始まります。アーセナル、スポルティングプラガ、ブラガかな、ルガーノ、そしてミランというグループステージとなっております。で、今回グループステージもファーストレグ、セカンドレグ、ホーム&アウェイですね、戦っての成績ということでございますので、今日ね、ちょっと1試合だけやりましょう。はい、ホームで迎えるファーストレグ、アーセナルとしてはやっていきましょうか、時間もあるのでね。ということで、今日は誰にしようかな。まあ、ベア選手調子いいんですが、あ、じゃあ今日、じゃあベア選手行こう。進撃の巨人ハンネスことベア選手、オリビエ選手に代わって、で、モンテロ選手はちょっと使いましょう。新加入の選手ということでね、本田選手も使います。あとは、ライトサイドバック、ルカビナ選手もいいんですが、まあ、ジョルザ選手でいくかな、今日は。今日はこれで行きましょうか、とりあえず。新しいフォーメーションもね、レフト、ライトっていうところも試していきたいので。ということで、新加入したモンテーロ選手、本田選手、阿部選手、ぜひ注目して皆さん見ていただけたらと思います。はい、では、ミラン、アーセナル、キックオフやっていきましょう。ファーストレグ。ヨーロッパマスターズカップでございますね。ここでね、いい活躍をちょっとね、して、いい結果を残して、ちょっとお金ガッポガッポもらってね、いきましょうよ。とりあえず目標はね、グループステージ2位までに入れば、決勝トーナメントに出れるということなので、なんとかね、決勝トーナメント行きたいですね。AC ミランとしては。いや、まさか初戦がね、アーセナルということなので、まあ、ホームで迎えるので、勝ちには行きたいんですけど、やっぱアーセナル強いですからね。なかなか厳しいと思うんですが、まあ、最低引き分けだね。最低引き分け。でも、勝ちを狙いに行きたいですね。やっぱ勝っていきたい。勝っていかないと。
まあ、今シーズンからね小林選手がスタメンを外れて、いいね本田選手頼むよ。今日初スタメンの本田選手気合い入れていきましょう。また AC ミラーに戻ってきました。古巣に背番号10またもらいに来ました。活躍してくれることを願っております。本田選手はまだまだです。これからです。ヨーロッパマスターズカップが始まります。いよいよまずはファーストレグ。いいね本田選手キャプテン、もう二王立ちだったよ二王立ち。頼むよ頼むよ。相手はアーセナル強豪ですが、なんとか点を取りに行きましょう。そしてね今日はねまあちょっとエースナンバーを剥奪されたアルカス選手、あそっか、しかもこのカップ戦ベンチメンバーが少ないんですよね、いつものリーグ戦と比べると。そこら辺もちょっと気にしながらやっていかないとですね。そうだそうだった、ベンチメンバーがね7人しか入れられないので。さあなんとかねこの試合アーセナル強豪クラブですが頑張っていきましょう。行くよ行くよ、勝つよ勝つよ。大越戦いいよ、気合入ってるよ、うん、日本人格。さあ来ました本田選手です。うちのキャプテンです。レンタル選手なんですがうちのキャプテンです。もうレンタルなんですけどもうね、来シーズンにはもううちのチームに加入してるので、はい、もうその予定なのでモンテロ選手とね本田選手に関してはグループリーグ初戦となるともう加入するんで来シーズン。やっぱり初戦を黒星になってしまうとこの後の戦い、いいねヘッティヒエ素晴らしい守備の要、終盤の守備の要。アルカス選手キープ、大きいよアルカス選手。さあキャッスルダイン、このトライアングル Z、 ゴイオス、アルカス、キャッスルダイン、トライアングル Z、 そして本田選手がいるんです。ここに本田選手からアルカスに、おーマジかアルカス。いやでもいいよいいよ本田選手、いいアシスト、まだまだあるまだある。向こうは攻撃的に来てますね前半から。さあキャプテン本田選手レンタル移籍ですがうちのチームに加わってくれました。うーんこれはちょっとヘイティ選手大きいですね。加藤加藤、そうですね固定のメンバーを使い続けると。さあそしてね新加入した阿部選手、戦力の維持と、まあ、ゲーム内ではね鹿島にいましたけど、まあ、実際ねバルセロナの下部組織にいるということでね、まあ、期待を込めてねちょっと獲得しましたレフトミッドフィルダー。本田選手の、ね、スクールにも通ってて、まあ、本田講師そして阿部生徒みたいな感じでねちょっと使っていきたい願望があったので獲得させていただきました。いやここね本日楽しみですよね。レフトライトに変わっての新フォーメーションで迎えるね AC ミランということで、まあ、強豪アーセナルにどういう戦いを挑んでいけるか。おおマジで、うわうわうわやっぱ強えな。あそこから打ってくるんです。やっぱ詰めないとなんですね。あそこを詰められなかったっていうのがやっぱちょっと厳しいですかね。いやーマジか、早い時間にちょっと点取られちゃったね。ちょっと攻撃的に行こう。最低限やっぱねここは勝ち点1をねアーセナルとの試合開幕戦取りに行きたいので、なんとか引き分けに持っていきたいので、ちょっと早い時間帯ですが1点取られてしまったのでね、ここは攻撃的に行きたいと思います。2点3点と一気に行くケースもありますよね。アーセナル強豪ですからね。アーセナルとしてはなんとかねグループステージ2位でね決勝トーナメント行きたいな。アーセナルが多分1位だとは思うんですけど、なかなかアーセナルにはね、だからこのアーセナルの試合でいかに勝ち点を取れるかっていうところですよね。サイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、サイドが積み上がしますけども、まだチャンスはあったから1本目のシュートもね内側もらえましたから、いけるいける。アルカスからゴイオス、おーマジですごい、やっぱこの関係性ですよ。このフォワード2枚アルカス選手ゴイオス選手の関係性、そしてねトライアングル Z になるとトップ下キャッスルダイン選手もいますから、素晴らしい、ナイスナイス、ゴイオス選手ヘディングシュート。ちょっとリプレイ見ていきましょう。ここでねキャッスルダイン選手のスルーパスからアルカス選手上げてゴイオス、完璧、偽ロナウド決めていく。オッケー、とりあえずバランスに戻しましょう。一旦仕切り直しですね。素晴らしい、得点上は5分、早い段階で追いついたのはでかいですね。一旦追いついたのでちょっとバランスな感じでいきたいと思います。バランス指示でね、はい、ミランこの前の月のマンスリーレポートで30分過ぎから前半終了までの得点が多いとデータにありましたが、OKOKOK 素晴らしい。ミラン前半追いつけたの大きいですね。さあロスタイム1分ということで、とりあえずね前半はこのまま1対1で
置いたいところですね。 OK ということで、とりあえず前半戦アーセナル相手に1-1、素晴らしいゴールを選手よく取ってくれた、これは大きいんじゃないですか。さあ後半戦ね、このままメンバー変えずにいきたいと思います。また60分だったらゲームプラン確認してね、60分、70分、80分で、まあ、交代枠使っていけたらなって感じですね。ちょっとねアーセナル戦、まあグループステージもファーストレグセカンドレグとあるので、なのでまあ総当たり戦というところなので、ちょっとね後半戦攻撃的にはいかずに、ここはねまあバランスでいきたいと思います。まあ、残りねグループステージ少なくなって、ちょっとここら辺で勝ち取りに行かなくちゃいけないってなったらね、攻撃的に行きたいと思うんですけど、いいね本田選手、素晴らしい、頼みは本田選手、もううちのキャプテンでエースナンバー背負わしてるんですから、今年は本田選手ですよ。本田選手がいかに活躍するか。 OK ナイスチャンス。さあ本田選手 AC ミラーの10番、戻ってきた本田選手から、これは合わない、でまだある、まだある、取れないか、セカンドボール、60分になったのでゲームプラン確認していきましょう。さあ今日はねちょっとね7名しかいないので、どうしようかな、とりあえずまあこれでいこうか。ちょっとフォワード陣は今日変えられないですよね、フォワードのちょっとベンチメンバーが誰一人いないという、ね、感じなんで、このままとりあえずいきましょう。スタミナ的にまだいける。さあなんとかねこの調子で、1-1、今勝ち点最低1点ね持っていきたい、アーセナル相手に。ミラン、この前の月のマンスリーレポートで後半の中盤に失点が多いとのデータがあります。今日はまだそういうシーンはありません。さあ本田選手、さあここ危険よ、気をつけて、簡単に上げさせないで、簡単に上げさせちゃいけない、危ない危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、オフサイドか、オッケーオッケー、危ない危ない危ない。さあちょっと70分に近づいてまいったので、一旦ねプレーも中断したので、ちょっと交代枠1枚ぐらい使っていきたいな。誰変えようかな、本田選手もねあんまり、そっかやっぱ結構動いてるからスタミナがって感じなんですけど、とりあえずじゃあキャッスルナイン選手に変えてパディントン入れましょう。パディントンをトップ下に入れとこうか。とりあえず1枚交換でいきたいと思います。ちょっと攻撃の流れを変えましょう。お疲れキャッスルダイン、いいスルーパスだった。さあここでパスル、パスル、パスルってないね、パディントンが入ります。パディントンとキャッスルダインが混ざってパスルになっちゃった、パスルダインになっちゃった。支配率はねやっぱねアーセナルが多いですが、なんとかね抑えていきたいですね。ここね70分、ソクラティス、ファーストレグアーセナルと試合、まあ、ホームグラウンドなんでね本当は勝ちに行きたいんですが、まあ、アーセナル相手ということもありますので、なんとか最低勝ち点1をね取って終わりたいところですね。さあやばいよ阿部選手、うまいですね、やばい、 OK OK 中村選手、いよいよ抑えたいところ抑えました、攻撃でしたけどね。さあ本田選手に OK、まだ時間ありますから。そしてヘッティヒ、さあパディントン80分になった、ちょっとゲームプラン見ていこう、チャンスですが、アルカス選手があれだね、かといってねちょっとねできる人があんまりいないので、今日フォワード入れてくるの忘れちゃったんだよな、本当に何やってんだよ、本当にどうしたんだよって感じですけど、どうしよう。ちなみに本田選手セカンドトップだったら72か、アルカス選手怪我怖いんで、本田選手セカンドトップで入れようか、入れて、でここセンターミッドフィルダーに、まあ、移籍出すかもしれないですけど小林選手入れましょう。 OK これでいこう、とりあえず。さあここチャンス、ボイオスからアルカス、そこは通らない、ここまで攻めたんですけどもね、終盤でのせめぎ合いは。さあなんとかこのまま試合を終えたいとこ、まあ、よく言えば1点取ってほしいけど、やばいピンチ、嘘でしょ、ナイス中村選手、危ない、怖すぎるよマジで、1対1は怖すぎる。まだあるチャンス、誰もいないか。さあ左へ預けて、さあロスタイム1分ですね、これは終わりかな。ということでヨーロッパマスターズカップファーストレグアーセナルとの試合は1-1でございました。まあでもね先制点取られてちょっと厳しくなってたんですけど、前半ねいい形で追いついてという形でね、まあ勝ち点1取れたので、ゴヨス選手 7.5 素晴らしい。
まあ、プラスに捉えてね、勝ち点1を取れたというところでいきましょうかね。ということでグループステージこんな感じですね。グループ F はスポルティングプラガが、ルガードに勝利して勝ち点3ということですね。まあ、でもアーセナルに相手にね、勝ち点1取ることができたので、あと残りね、2試合はしっかり勝てるようにね、残り試合はね、残り2チームにはね。さあ、ということでミラン1対1ですね。はい、早くもチームにヒット、いいね、いいね、阿部選手、中村航輔選手に移籍の噂、バシリ選手、そして、あ、小林選手もいけると、あ、もう放出しましょう。お金がないんで、うちのチーム、マイナスなんで今。ということで、小林祐希選手、お疲れ様でした。日本のチームに戻ってね、日本に戻って頑張ってきてください。はい、ということで交渉成立、市場評価額を大きく上回ったということで、いいねいいね、すごい一気にもらいましたね、移籍金素晴らしい、821万ユーロ、そして51万ユーロ、野球予算に入りました。ありがとう小林選手、頑張ってきてくれ日本で。そしてバシリ選手もね、 OK レンタルということで、まあ、うちのチームで移籍させるつもりなんですが、移籍金ちょっと増えましたね、気持ちね。メリコフ選手とバシリ選手はうちのチームで引退させます。はい、OKOK、とりあえず9さんマイナスがとりあえず終わったので、これでよしとしましょう。はい。で、次回ね、とりあえずまたリーグ戦に戻るんですが、トリノ、そして代表戦コンビもありますね。カリアリ、アタランタ。まあ、ここ3試合やれたらいいなという感じでございますね。次回。はい。代表メンバーの選考にちょっと時間かけないように頑張りたいと思います。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価、コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますので、お手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私の Twitter のリンク、 LINE グループ白王子ファミアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ということで、ヨーロッパマスターズカップも始まりましたので、今後盛り上がっていくマスターズリーグ、ぜひともね、楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回のウィーレ2020マスターリーグでお会いしましょう。またな、パチン、お疲れ様でした、ありがとうございました。